インビジットは、欧州宇宙機関が2002年3月1日に、アリアン5で打ち上げ、高度 790km の太陽同期軌道に投入された地球観測衛星である。インビジットの質量は 8211kg で、ヨーロッパの人工衛星としては最大である。10種類の観測センサが搭載されている。 2012年4月8日に通信が途絶し、そのまま運用は断念された。インビジットの観測目的は、ヨーロッパのリモートセンシングミッションを継続するとともに、環境の研究を改善するための追加観測パラメータを得ることである。大気化学、オゾン現象、海洋生物学、海の温度と、色、波高、湿度、洪水、農業、樹木分布、 自然災害、デジタル標高モデリング、養上交通、大気汚染のモデル化、地図作成、雪と氷の研究といった様々な研究に使われる。インビジットは世界で最も複雑な地球観測衛星であり、10個の観測機器を搭載している。1991年以降のアース衛星の観測データと組み合わせ、過去20年間の精密な気候変動データの 測定を行った。インビジットの設計寿命は5年間であり、その寿命は大幅に超過していた。本ミッションは、グムズプログラムのセンチネル衛星シリーズで置き換えられる予定であり、センチネル1は2013年に打ち上げられ、インビジットのレーダー観測業務を引き継ぐ予定である。インビジットに問題が起きて、ユーザーの観測要求が継続できない場合は、 カナダ宇宙庁との緊急時の合意により、レーダーサットを使って観測を継続することになっていた。10年間にわたって運用されてきたインビジットは2014年まで運用が延長されることになっていたが、2012年4月8日に通信が途絶し、復旧しないまま同年5月9日にミッション終了が宣告された。復旧のための調査の一環として、 フランスのプレアデス衛星による光学撮影とドイツの地上極レーダーによる衛星の外観撮影が行われたが外観上の異常は見つからなかった。インビジットは9個の地球観測機器を搭載しており10個目の装置ドリスは誘導制御用のデータを提供する。このうちいくつかの機器は 欧州宇宙機関のアナス1とアナス2ミッション及びその他の衛星で搭載した機器の改良型である。アッサは C バンドで運用されており、サブミリの精度で表面における高さの変動を識別することができる。5種類の観測モードがあり、分解能はモードによって30メートルから1キロメートルである。メリスは地表面よび大気からの太陽光スペクトルを 高学領域を15バンドで観測することができる。分解能は300メートルから1200メートルであり、1450キロメートルの観測幅でデータを取得することができる。アツルは高学領域の放射系であり、海面温度を測定することができる。分解能は1キロメートルであり、500キロメートルの観測幅でデータを取得することができる。なお、 海面温度の測定精度は0 3ケルビン以下である。RA-2 は、レーダーコード系であり、海洋地形の計測や、海氷の観測、マッピングを目的とする。空バンドと S バンドで運用されている。MWR は、大気中の水蒸気や運水量を計測して、レーダーコード系の信号の補正を行うことを目的と、する。ドリスは、 10cm 以内の位置精度で衛星の軌道を設定するためのシステムである。ゴーモスはオゾンなど大気中の微量気体分子の垂直分布測定を目的とする。ミパスはフーリエ変換分光計であり、高分解能のガス放出分光計測を目的とする。サヤマキアは大気測定用スペクトロメータであり、大気に関する情報を得ることができる。 エサデクレアズエンドオブミッション4インビジット。エサ、http コロンスラッシュスラッシュ www. エサ .int スラッシュエクスポートスラッシュ esacp スラッシュ sem1sxswthindex0html2012 年5月10日閲覧。インベスティゲーションンインビジットコンティニューズ。 エサ、http コロンスラッシュスラッシュ www. s a .int e ラッシュエクスポートスラッシュ CP ラッシュ SEM2HNKWZ01 インデックス0 HTML 2012年4月20日閲覧。ありがとうございます。